はい、せーの。どうも、クロちゃんです。原先輩です、メタルおじさん2人が音楽中心にスケモンについて語っていくチャンネル、報酬ということでですね。イエーイ今日は、ブラッドアックスフェスティバル2022の予習動画となりますね。はい、解体新章シリーズでございます。はい。解体新章シリーズって言ってもね、もう3つぐらいしか出せてないんですけど、まあ久々のフェスですからね、世の中がこんなんなんでね、うん、またちょっと危険な匂いもしてきてますけどね、うん、大丈夫かななんて言ってね、なんかもうギリギリになってやっぱりダメでしたっていうのも下手すればね、可能性としてはゼロではないからね、いきなり緊急事態宣言とかにならないように祈りながらね、そうそうそう、楽しみにしてきてたんで、あと1週間、うん、ね、来週の土曜日か、うん、うん。まあ、ゆりちゃんに頑張ってもらうしかない。耐えてもらおう。ゆりちゃん。ゆりちゃんお願いします。ブラッドアックス行かせてください。まだ待てって。今は、今じゃない。今じゃないんだ。はい。はい。まあ、よりみんなで楽しくね、フェスを楽しめるように、僕らの予習も兼ねてやっていけたらなと思ってます。はい。うん、あとね、嬉しいことに、さっき見た段階、昼ぐらいかな、うん、の段階なんですけど、まだチケットありましたんで、うん、本当にね、まだこれから行こうと思っても間に合うと思います。今ならまだなんとっていう、ね、そうそう、5700円ぐらいで、5700円っていう感じで行けると思うんで、はい、うん、いやー、でもフェス自体がもう本当にクソ久しぶりだからね、我々も、うん、いや超楽しみだよね、うん、うん、まあ、みんなね、感染対策をしっかりした上で、うん、まあ遊びに行きましょうっていう感じですね。うん、そうっすね、うん、はい、ミニラさんこんばんは。あ、概要欄ブレアフェスになってるって。いや、もう直したよ。あ、直した。あ、オッケーオッケー。多分あれじゃないかな、俺が作ってる最中に見てくれたんじゃないかな。あ、なるほどね、はいはい、はい、皆さん聞こえてますかね聞こえていたらなんかちょっとアクションをいただけると嬉しいかなと。助かります。安心してこの後も進めていけて、うん、いけますんでね。たまに音入ってない時あるから、うん、怖いんだよ今日は波形は大丈夫そうっすね。派遣、ほんと大丈夫かい。大丈夫大丈夫。OK。 え、今あったっしょ。だってわかんない。あ、あるかな。チェックチェックチェック。 OK。 はい、ブラッドアックス行ったことある人とかいるかな。うん、まあ、ということでね、あの、うん、ブラッドアックスについて軽く喋りたいなと思います、はい、ブラッドアックスとはですね、とはなんぞやって、うん、まあね、ブラッドアックスっていうフェスではないな、うん、実際は、うん、イベントクルーって言った方がいいのかな、うん、うん、まあ、イベンターとかね、うん、まあ、イベントチームみたいな聞こえてますよ。ありがとうございます。まあね、うん、なんだろう、ブラタックスっていうそのイベントっていうか、ブラタックス自体が、もうブラタックスって言っちゃいますけど、うん、この後からは、うん、メタルとかね、ハードコア、まあ、パンク、うんうん、とかポップパンクとかね、うん、メロディックハードコアとかいろいろなジャンルをまあ中心に行ってるイベントなんですけど、うん、まあ、特にハードコアメインなイメージがあるね。やっぱハードコアが強いというか核になってるかなっていう、うん、そういうイベントで、ブラッドアックスっていうのは、うん、まあね、フェス、ブラッドアックスフェスは今回8年ぶりらしいんですよ、なんと、うん、ね、ね、ツアーとかもやってんだよね。あの、来日のアーティストのツアー一緒に回るよっていうこともやってたりして、ブラッドアックスツアーね、うん、うん、まあ、僕らが大好きなテイ君とか、うん、まあね、ブラッドアックスね、さっき調べてみたんですけど、うん、今思うと僕らもめちゃくちゃ行ってた。そう。でね、大体僕のイメージだと、うん、1月の頭に絶対来日招致をしてくれてるのは、ブラッドアックスだったイメージがある。もう1年の始まりは何と言ってもブラッドアックスから始まるんですよ。うん、ね、熱い。うん、そう、アケータストレインとかテイ君とかね、いろいろあったじゃないですか。そうだね。そういうのもまあ大体行ってるんで。うん。うん、お久しぶりです。こんばんは。本当お久しぶりですね。お久しぶりです。ゆっくり散ってください。もう一年の一景はブラッドアックスにありと言ってもね、過言ではないんでね。うん、もうこれ行かないとライブ始まらないでしょっていう感じなわけですよね。うん、まあ、ちょっとブラッドアックスとはの流れで、あのブラッドアックスの概要をちょっと説明しておくと、うん、まあ2000年のね、うん、フォールサイレントっていうバンドの初来日を皮切りに、海外バンドを招致したことがきっかけになってスタートしてるらしいですと。で、イベントの中心はあのかのね、伝説のバンド、ロイヤル・トゥ・ザ・グレイブのロイヤル・トゥ・ザ・グレイブが中心になってやってくれているものらしいですね、うん、で、目的としてはというか、なんかあの
ブラッドタックスはこういうイベントですみたいなのをちょっとあの公式サイトで見たんですけど、うん、まあ、ハードコアの一番の楽しみを伝えられるイベント、それがブラッドタックスということらしいですね。うん、うん、はい、なのでやっぱりハードコア中心のイメージはあるなと思いますけどね、うん、まあ別にジャンルレスで、うん、まあ重くて激しい音楽が多いですけど、まあ、僕らが言うね、よくヘビーミュージックっていう言い方しますけど、まあ、ヘビーミュージックって考えてもらえればいいんじゃないかなと思ってます。はい、はい、じゃあね、タイムテーブルというかタイムテーブル出てたんで、うん、来週出演するバンドさんたちの話を少し軽くしていけたらいいかなと思ってます。タイムテーブル順に、うん、ね、出演順に行きましょうっていう感じですかね、はい。でね、あのブラッドタックスフェスとは言いつつも、うん、フェスってあの会場が3つとかあってそこで移動したり して見れないバンドとかいるじゃないですか、うん、まあ、フェスとは言いつつもあの見れないバンドがいないのがね、ブラッドタックスのいいところかなと思ってますんで、うんうん、そんな感じでバンド紹介いきますか。はい、行きましょう。では1バンド目、はい、オークテイルズですね、うん、はい、まあなんか結成は2019年らしいんで、うん、まあ、結構最近目のバンドかなって思いますけどね、うんうん、まあ、上場系ハードコアなんですかね、うんうんうん、一応、うん、まあ、だからメロディックハードコアになるのかなとか思ったりもしますけどね、うん、まあ、音楽性は似てないんですけど、うん、発声法がねちょっと僕ら的に昔いた、うん、ウィズイン・ザ・ラスト・ディッシュを思い出しつつもみたいな、うん、ちょっとの泣いてる感じね、そう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 、声が泣いてる声が泣いてる感じがあったりもしつつね、うんうん、はい、で、今日の動画の概要欄に、予習用のプレイリスト貼っつけときましたんで、うん、YouTube でも見れるし Spotify でも見れるやつ貼っつけといたんで、ぜひね、今抜けても大丈夫なんで聞いてきてください。はい、まあ、デバイス2つ持ってる人はパソコンで僕らの放送聞きながら携帯で流すみたいなことやってくれても大丈夫なんで、うん、今ポチッとしてくれるといいんじゃないかなと思ってます。はい、はい、うん、まあハードコアなバンドですよね、うん、オークテイルズさんはね、うん、はい、で続いてサクサクいきますが2バンド目オクタビアスですね、うん、はい、まあ、ハードコアよりなメタルコアバンドって感じですかね、うん、モッシュコアっていう感じですかね、うん、まあ筋トレがはかどりそうな、うん、マジでこういう感じだよね、本当これがね、パンプって感じだよね、そうだね、うん、なんかちょっと別に直接的に似てるとかいうそういうわけでもないんですけど、うん、イデオンとか好きな人はね、うん、マストチェックなバンドじゃねえかなと思ってます。結構音はなんだろうな、ハードコアパンクっていうイメージではなくて、うん、もっと本当メタル、ちょっとドロドロしてる感じはあるよね。あ、そうだね、どっちかっていうと泣きある曲もあるんだけど、うんうん、もっとゴリゴリいかつ いゴリゴリいかつい感じの、うん、いかついっすいかついね、うん、パワーって感じで、パワー力みなぎる系ハードコアなんで、うんうん、おすすめの曲とか言っといた方がいいのかな。あ、でもまあプレイリストあるから、うんうん、そっちでオクタビーオクタビーっすよ、オクタビー、うん、でこの2バンドは僕らもまだ見たことがないんで、そうだね、うん、すごい楽しみですね、うん、うん、そうそうそう、チェックはしてるバンドなんだけど、そうね、うん、あれなんですよね、うん、はい、見たこと、ライブはまだ見たことないと、うん、じゃじゃーん、おいでーみゃおみゃお言ってます ね、 ね、じゃあ続いて3バンド目、はい、ストランデッドですね、うん、はい、まあこれは確実にジョジョ系ハードコアでしょう、でしょう、もうそれでしかないでしょう、うんうん、でもね、あのいわゆる日本のね語り系じゃないんだよね、このバンド、ね、あんまりその語り成分はない、うん、ポエトリーリーディング感というか、どうしたの、おいで、なんでほら、なに寂しいのあ、じゃあちょっと喋ってもらって、はい、にゃんこが寂しがってるからよ、うん、まあ、このバンドもね結構あのシンプルなんだけど、うん、あの結構泣きはねがっつりしてるっていうか、割とねシンプルになったカウンターパーツというか、うんうん、なんか初期の頃のハンドレッドスとか、うん、この辺をちょっと思い出すかなっていう、だからね、ハンドレッドスは全然別のバンドになっちゃいましたけど、ね、ポップ系になっちゃったんで、シューゲーザーとかになっちゃったからねなんか初期の頃のほんとハンドレッドスとか、うん、ああいう裏打ち系ジョジョハードコアっていう、そうだね、スタンダースタンダースタンダー系ですね、うん、感じですかね、うん、このバンドも楽しみだね、うんうん、カラファイも見たんじゃない、そう、ストランデッドはね一回見たことある、うんうん、テイクの来日だよねかな、それこそまたブラッドタックスツアーですけど、うんうん、わーかわいいですね、久しぶりだかわいいかな、もっと見てね、シャクレさんが、うん、はい、じゃあ続きいきますか、はい、行きましょう、ね、あ、こんばんは、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、皆さん、ちょっとすいませんね、放送時間が早まっちゃったんで、そういう感じなんです、すいません、うん、
じゃあ続いて4バンド目かな。はい、See You Smile ですね。うん、まあ、ポップパンクですよね、うん、このバンドもめちゃくちゃ人気あるよね。あ、やばい、俺これ画像出し忘れてた、用意したのに。とりあえずオクテイルね、うん、そう、うん、で、ごめんなさい、やっちまった順番に。そのまま行っちゃった、うん、まだオクタビ、オクタビ行きましょう、とりあえず次オクタビで、ごめんなさい、一回戻りますね、うん、そう、用意したのに忘れた、喋りに集中すぎて。にゃんこのね、うん、で、これね、はい、オクタビアス、はい、オクタビアスですね、うん、そうそう、用意したんすよ、うん、バンドさんの画像、うん、で、次がストランデッドの話してたか。そうね、ストランデッド、どれだ、ストランデッド、あれだ、これあれ、これはやばい、あの拡張子が違くてダメかもしれん。あ、なるほど、すべて、うん、これは読み込めんのかな。あ、読み込めるわ。はい、で、ストランデッドさんでしょ。そう、イメージ大事だからさ。そう、ね、やべえ、グダった、今までで最高にグダってるかもしれない。ね、皆さん行く人いますかね。飛ばしちゃったよ、はい、行く人いましたら、はい、ね、ぜひね一緒に楽しみましょうという感じですね。うん、行けない方もいらっしゃると思いますけど、地方の方とかね。お二方楽しんでくださいよ。あれは。うん。まあ、ストランデッドさんはね、本当にめっちゃ泣いてるから、ね。うん。泣き。めっちゃかっこいい。うん。うん、正統派なんだよな、本当に。超正統派。何にも媚びてない。うん。ね、流行りとかそういう感じでもないから、ね。ないね。うん。はい、行きますと。もさんね。行かれる方もさん。行かれる方もいらっしゃるということで。うん、はい、じゃあちょっと次。See You Smile 行きますね。はい、次のバンド。はい。See You Smile も見たことはないんですけど、まあ結構めちゃくちゃ有名なんでね。うん、そうだよね。もう写真の感じから分かる通り。そうね。うん、アーシャの感じから。西海岸系、うん、ですね。うん、まあ、結構ね、本当メロコアとかのフェスにもめちゃくちゃいっぱい出てる方たちかなと思うんですけど、まあ僕らもね、実はこのバンドそんな詳しくなくて、うん、なんかこの曲おすすめですよとかめっちゃいいっすよっていうのがあったら教えてほしいんですけど、うん、コメント欄でもいいんで。まあちょっとね、聞いた感じはあの結構割とポップパンクだとは思うんだけど、うん、聞いた感じギターとかはテクニカルだったかなっていう、うん、現代のバンドだなって思いました、うん、懐かしい系も持ちつつね、現代系のバンドだなと思いました、うん、結構チャカチャカしてたりして、うん、そうだね、うん、カッティングとかも入る感じで。まあでもほんとウエストコースト感は強いよね、うんうん、ヤシの木、アンシャにも映ってるしね。そうね、西明るいっすね、うんうん、明るいね、うんうん、パーンと明るい感じで、そういうバンドかなって思ったよ、うん、まあ、こういうそのいわゆるヘビーミュージックじゃなさそうなバンドもね、うん、入るんですよね、ブラタックスには。まあそれもいいなと思って、うん、別にかっこよければ何でもっていう感じなんでしょうね、フェスの指針としては、うん、はい、では行きますよ、はい、続いて続々と続いてのバンドが、ね、うん、いやー、はい、ね、次が、うん、次が我らの、はい、プロンプツっすね。はい、この足も超かっこいいよな。かっこいいよね。うん、プロンプツ。プロンプツね。うん。まあこれはね、うちのチャンネル見てくれてる方なら結構ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ極悪なニューメタルコアバンドって感じかな。そうね、うん。うん。ニューメタル、リバイバル、ニューメタルコアって感じですね。うん。うん、まあ曲構成が練られすぎてるんで毎回。そう。うん。覚えらんないのね。覚えらんない。めっちゃ聞き込んでるんだけど、そう。繰り返しが楽曲中に一回もないみたいな、ね、うんうん、まあブルータルよね、ブルータルだね、うん、今のブルータルさって感じかな、モダンなブルータルさ、うん、はい、プロンプツでございます、うん、まあ、ブルータル×イルネスって感じよね、うんうん、結構ねトラップビートのねアレンジが僕はすごい好きでよく入るんですけど、うん、プロンプツには、うん、まあトレンドも意識しつつ、そうだね、うん、現代的なサウンドが特徴かなと思います、うんうん、あとはあの、うん、ギターのマクノ氏が点火式をやってくれるのかどうかっ
お、PK さんがピンク髪にしてました。おー、最近。あ、見たわ、見たわ。ジョジョのラスボスみたいな髪にしましたって言ってた。うん、それでも俺、返そうか迷ったけどさ。うん、おー、ドッピーよって。やめときました。トゥルルルルルル、トゥルルルルルル。あるじゃねえかよ、ここに、つって。ガチャッつって電話に出てるんじゃねえ。はい、もうジョジョネタの方が盛り上がってるんじゃねえ。この説あるからね。喜んじゃう。はい。うん、いいよね。プロンプトも最近すげえ認知度も上がって、うん、本当に飛ぶ鳥を落としていけるじゃねえかなっていう感じなんですけど。うん、そうね、うん。まあ極悪だからね。うん、まあ、なんか本当にまあ日本のメタルファンは全然聞くけどさ。うん。最近は本当に海外でポンって評価されそうだなと思ってるバンド。いやそうですね、うん。完全にそうですね、うんうん。日本よりも絶対海外での方が評価されるんじゃないかって音楽性だから。うん。うん、互角すぎるからな、本当、うん。ね。うん。まあ本当モダンなブルータリティだよね。うん。はい。じゃあ続いてが。続いていきましょう。うん。続々と。はい。はい。定型ピッ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 、はいはい、ホローサンズっすね、うん、このバンドはね実はあんまり知らないね僕らはね。そうなんですよ、うん、今回を機にちょっと聞いてみてって感じですね、うん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 、まあでもメロコアって呼ばれそうだなっていうラインではあったけどね、うんうん、結構でも重い曲とかもあったイメージはあるけど、うんうん、なんか詳しい方いたらぜひ教えてくださいっていう感じですね、うん、今でも後でもいいんでちょっとまだちゃんと聞けてないっていう感じですねなんかメンバーさんも今2人なのかな公式だと多分2人になってたと思うんだけど、うん、サポートとか入れてやるのかなっていう感じですかね、うんうん、はいはい。なんか詳しい方いたらぜひ僕らの予習も兼ねてるんで、うんうんうん、はい、そうそうそう。昔はね情報交換できたんですけどね、うん、最近やっぱり結構思うのがあんまりライブ配信が伸びないから、うんうん、そうなんですね、うん、ブレアフェスの時なんてクソいたけどな、うん、まあちょっとね今フェスとかっていう感じでもないのかもしれないね世間的にね、うんうん、あのちょっともうライブ配信じゃなくて僕らもこの間ショート動画始めましたけど、うん、ああいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うん、ね、うん、なんかショートソサイティなんでそうだね、長ったらしいのはちょっとあんまりって感じなのかなっていう気はしなくもないですかね、うんうんうん、はい、うん、オルタナプラスモダンハードパーみたいな音楽性ですかね、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。まあまだ1週間あるからね僕らもまあ勉強しつつ、うん、予習しつつ、うん、そうだね、いくかなって感じですね。はい、うん、で続いてのバンドいきますか。じゃあ OK かな。はいはい、続いてがこちら。うわ、完全メタルサイドって感じだけど、ね、そうね、まあ、サイドもクソもねえんだけどはい、はい、アーシスですね。はい、はい、これはプログレッシブメタルコアザプログレッシブメタルコアっていう感じかな。そうね、うん、まあね、まあ、今回あれじゃないですか、うん、アーシスツ、グラウペル、セーブルヒルズって出てるじゃないですか、うん、まあ、そこのなんかコラボというか、うんうん、なそういうのもちょっと見れそうだなって思ってて、あのね、あのスプリットというか、そうそうそう、3人いるけど、うん、スプリット出したもんね。そうそうそうなんかそういう絡みとかも見れたりとかするんじゃないかなっていうのがちょっと楽しみ、うんうんうん、ああ当日ね、そう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 なるほどね、のもあって、うんうん、なんかそういうのやってたじゃない、はいはい、はい、ちょっと前そのバースのリリースツアーでやってたから、うん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 、それはちょっと楽しみだなって、ここの場でも見れるんじゃないかっていう楽しみは、はいはいはい、ブラタックス2022でも見れるんじゃないか、まあ祭りっすからね結構あるじゃん最近、なんかみんなその辺は柔軟にやってくれてるイメージがあるんで、うん、うん、まあアーシスとかは本当ね、ホームっていう曲とかもまあこの間出した動画でも触れましたけど、うん、結構ライト層っていう感じのところにも刺さっていきそうだなって思うんで、アーシスね、うん、ずるいんだよ、歌歌えるから。そうなんで、うんうん、歌もねお上手でいらっしゃるんで、そうね
そっち方面でやっても売れんじゃないかっていう説もあるよ ね。ガチガチにプログレッシブメタルコアじゃなくても、うん、最近はそういうアプローチも増えてきたのかなって思ったりもしますけどね。そうね、うん、なんか今後どういう方向に行くのかっていうのはちょっと楽しみでもあるかなっていう、ね、もうラウドロックって呼ばれ出しそうだなっていうラインには来てんのかなって思いますね。そうだね、なんかサバプロぐらいの位置ぐらいまでポンって行っちゃいそうな気がしなくもないんだよね。っていうより分かりやすく言うとペールダスクじゃない。あ、ペールダスクもそうだね。ペルダスクもちょっとなんかもう頭一つ飛び抜けちゃった感じはあるじゃないですか、うんうん、そんな感じですよね、うん、パワーありますよね。パワーあるね、うん、まあアシスもすごい来日招致とかしてくれてたし、ね、うん、自分たちでもね、そうそうそう、マブリックとかハリンジャーとかもそうかな、うんうん、でもアシス最近見てねえんだよな。いや俺も最近見てない、うん、なんかすげえ一時期めちゃくちゃもう毎回見てたくらいのはずだったんだけど、うん、ね、最近はどうなのかな。うん、うん、でも最近もね、うん、精力的な活動はしてるんで。そう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 、僕らがたまたま被ってないだけっていう。多分2年ぶりぐらいだな見るの、うん、そうなんだよ、うん、気づいたら2年ぶりぐらいだ。そう、もうこのなんかよくわかんない世界になってしまったからそっからちょっと見れてないかなっていう。そうね、うん、うん、はい、まあ、久々にね見れるのも楽しみよね。楽しみだね、うん、そう。では次続いてのバンドいきますか。続いてです。はい、これもねあんまり知らないんで教えてもらいたいんですよね、実はね、うんうん、弱いところなんだよな。はい、キャスターウェイですね、うん、結構でも YouTube とかの再生回数とか見てもこのバンドもめちゃくちゃ有名なんよね。へー、うん、MV とかも結構ガンガン上げてるっぽいんで、なんか僕がちょっとちょろっと予習させてもらった段階では結構ねしみじみとしたパンクバンドだなと思いました。うん、うん、か声もね、なんかいわゆるメロコア声っていう、うん、感じでもなくて、う、ね、うん、うん、なんか結構いい感じの渋め成分がある感じの、うん、パンクバンドでしたね、うん、まあ、こういう感じで結構こうメタルバンドとかを間に挟みつつ、うん、まあ、パンクもいい感じにこうね、うん、配置されててハードコアも配置されてるっていうタイムテーブルもなかなかいいよね。僕らはねいつも通り、うん、全部見ますんで、うん、もちろん全部見る。皆さんも頑張ってください。おじさんたちが頑張ってるんで、昼11時半スタートだからね。そうなんだ、夜8時までぶっ続け8時間か。そうだね、うん、まあ、飯とかどうするかとかって話になって、まあ、転換中、うん、じゃない、もう狙うのは転換中にあのちょっと休憩するぐらいで、ね、実質そうなんだよ。45分ワンセットで、うん、本当ライブハウスのスケジューリングだから、うんうんうん、多分転換が10分から15分設けられてるって感じでしょ、うんうん、なかなかね、シビアですよ。飯とか食えないっすよ。うん、うん。まあ、お昼ご飯食べてから行くかなっていう。挟んじゃうケースか。そうっすね。いい感じにね、うん、まあ、ハンバーガーみたいな感じになってるんでね。ブラッドアークス自体が、めちゃくちゃでかいハンバーガーみたいな感じっすよね。どっから食べても美味しいっすね、まあ。そう、肉もあって、チーズもあって、野菜もあるみたいな。トマトここ来るみたいな。まあ、ちょっとトマトが、ポップパンクかなって思ったりもしますけど、ね、そうね、爽やかさのメタルが肉かな、メタルが肉。うん、そういう感じですかね、うん、ハードコアチーズなのかよくわかんない。いや、それは一緒よくわかんない、ね、そう、ハードコアも肉じゃないか。肉何枚挟まんだみたいな、はい、全部肉なんじゃねえかっていう実質。どうですかね、キャスターウェイは誰か好きな人とかいないかな。うん、いや、そうなんですよ。結構終盤体力が持ってかれてんじゃないかっていう。ヘタヘタなんだよね。うん、もう僕ら立ってるだけでもきついからな。特に僕。おじさんだから。まあ、デスクワークだから、うん、普段の仕事が。やっぱり立ち仕事だから。まあ僕は全然平気なわけ、うん、立ってるのは。うん、まあ今回、ね、やっぱり模試とかも多分まだダメだろうから。うん。うん、ね、なんかようやくね、そろそろ OK かななんて思ったけど。うん、ブラッドアックスをやるんじゃねえかみたいなね。うん。思ったけど、ちょっと無理そうだね。時制的に無理そうだなとは思ったりもしますけどね。うん、もう、やってくれれば全然、開催だけしてくれればっていう感じよ、ね、もう今。もう逆になんか、モッシュが起こるライブ、ちょっとね、今危険だから、ね。怖い、うん。怖いもん、俺も、うん。うん。ね。なんかもう、見てる人たち絶対、マスク外さないでくださいっていう、うん、マスク外したら、ダメですよっていうガイドライン出てて。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあもうダメだろうね。ダメ。連れてかれる系だろうね。そう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 。多分相当厳しくやると思うから。うん、怖いお兄さんに連れてかれちゃうんで、うん、ほうほう、ナックルパンクとツアー回ったりしてた。うん、なるほど、ポップパンクイージーコアの中ではめっちゃ好き。なるほどね、うん、まあ楽しみ枠ですね、ここも、うん、もう初見なんで。初見だね、うん、めちゃくちゃ楽しみ、うんうん、
はい、じゃあ続いていきますか。はい、続いていきましょうかね。うん、次はね、めちゃくちゃ聞き込んでるバンドだね。ここはもう超有名だからね。うん。うん。だし。なんか、規模のデカさ的には取り前ぐらいかななんて思ったんだけど。そうなんだよね。うん。はい。はははね、リバーは僕らもあの、プレイリストの中に入れた曲っすね、うん、キャスターウェイ、うんうん。まだちゃんと聴けてないんですけど。そう。うん。お、いいじゃんって思った曲を入れてるんで。うん。はい。ウォーターウィード。はい、ウォーターウィード。水草ね。うん、まあね、結構メタリックなんですよね。これは全体の味としては間違いなくメロコアなんですけど、うんうん、メタリックなメロコアバンドっていう感じのイメージかな、サウンドはね。まあ、このバンドはね、日本のメロコア、いわゆるなんかポップパンクとか、なんかハードコアとか、メロディックハードコアとかがごちゃ混ぜになったメロコアっていうものがあるじゃないですか、うん、日本には。日本にはね。あのメロコア、その日本でいうところのメロコアではなくて、うん、なんかマジで純粋な意味でメロディックハードコアだなって思ってますね。まあしっかり泣きもあるし、うん、エモい泣きっていうのがやっぱり存在するかなっていう、うん、まあでちょくちょく言ってきてるんですけど、泣きのね、そのエモさっていうのがあれなんだよ、フューネラルフォーフレンドみたいなさ、うん、そうだね、うん、リフとかも結構近かったりして、うん、ウォーターウィードは僕らめちゃめちゃ好きっすね、うん、まあ、ラストグッバイとかね、6月31日とかね、うん、ジュライ31かなとか神ですね、神だねもうリマスターの曲とか入ってるさ、そうそう、アルバム、うん、あれは青いやつね、青いやつ、うん、ベスト版最高なんですよね、めっちゃいいんでね、全員聴けるっていう、聴いてもらいたいなと思いつつ、うん、まあでもね、ライブ見たことないんですよ。そう、ライブ見たことないんだよ、うん、なんか活動期間ももう20年近くになるから、うんうん、超古参だけどね、うんうん、楽しみっすよね、うん、すごい楽しみだね。いや、そうなんですよ、もっと知名度出てきてもおかしくないはずなんですよね、うん、キングダムですから、なんつったってなんつったってなんつったってね、うん、ディープインサイドね、そうね、はい、はい、では続いていきますか、うん、ちょっとコメント拾っといてもらっていい、うんうん、そんな来てないかな、うん、まだ今日はそんな来てないね、うん、ね、皆さん全然コメントしちゃってくださいね。うん。まあ、次は我らが系だね。我らが系だね。もうなんか、累計がそろそろクリスタルレイク超えるぐらい見てるわ。確かに。そう。クリスタルレイクも相当見てるけどな。クリスタルレイク、現代生じゃない時の方が見てんだよな。うん。やっぱ当時はスクリーム関連でもフェスとか出てたっていう、うん、なるほどね、話がね。そうなんですよね、メタリックかつそのスクリームっぽさもありつつっていう、うん、そこがまた僕らのツボを押さえてくるっていう、そうだよね、うん、はい、では続いてのバンドがグラウペル、グラウペルですね、まあもう言わずともかなっていう感じ、いいっすよね、うん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 、メタルコアです、うん、東京の去年だけで 3,4 回見てるかなっていう感じよね、うん、グラウペルは、うん、グラウペルはもうでも最近ちょっとあんまりグラペルのいいライブに当たってなくて、そうね、まあ、あと一回遅刻した時あるし、あ、そうね、あの時ね、うん、時間間違えてたっていう、うん、開演時間いや、グラペルは最高だけどな、全然、うん、うん、まあ、なんかね、アパシーのアパシーなんかネットのいじりみたいなのもありましたけど、うん、あれああいうのね、あんまり面白いと思わないけど、まあいいけどさ、何でもなんか注目してもらえたら、うん、まあ言うほどっていう感じでは、言うほどもあるしね、うん、我々的にはプロンプツのライターとかもそうだけど、プロンプツのライターは、うん、お好き、あれあれ好き、あれ好き、あれ好き、火力やべえみたいな、火力やべえっていうね、うん、もう本人がネタにしてるっていう、うん、そう、喧嘩式っつってね、まあいいんすけどね、うん、まあ、普通に曲いいんで、曲は最高だろうん、うん、そうっすね、マクラウペルがやらかしてくれると思ってますよ、僕はもう、うん、最速で、最速で、うん、まあすげえ速いメタルコアバンドって感じだもんな、うん、マクラウペルはざっくり言うと、うん、でも早くてリフが欲しい人は正義なんじゃないですかって、正義だね、うん、もうほんとこういう感じになれるんだもん最近出したやつも、ね、最近出したやつね、うん、うん、プロンプツライター使ったら紙焦げました、いや、ほんとそうっすよね、うん、あの火力は どうしたんだっていうね名古屋のライブ、おお、予定入ってていけない、あらら、なるほど、
名古屋でね、明日やるのか。そうなんだ。ブラウプルももう、日本中どこでも行ってるからな。そうだよね。すごいよね。すごいよ。特に勢力的になってきていて。やべえなーっていう。アパシーはめっちゃ僕も好きっすよ。いいよね、普通に。てか、早い。早い。常に早い。お、ないかな、明日。ないかもしんない。あら。やば。お、マジか。じゃあちょっと喋っといてもらっていい？なんか。うん。用意し忘れてる。事故が多いな、今日は。まあそんなことも。今日は実はいろんな、撮影とかもね、込み込みで昼からずーっとやってたんでね。なかなかそういうのもね、出てきますんで、ね。もう用意しすぎたね。いろいろ。そう、いろいろ用意してるんでね。はい。はいはい。まあちょっと喋っといてもらっていいですか？すいません。ラグが操作。あ、聞いてみます。何を？グラペル？わかんない。グラペルは？グラペルはさすがにね、もうなんかみんな知ってるんじゃないかなって枠だけどね。ね、どこだ、どこの話だろうね。いやとりあえず僕らはちょっとショート動画にも手を出し始めたんで、お気づきの方もいらっしゃると思いますが。そうなんですよ。ね。ねえ。ショート動画結構作るの自分たちでも楽しいからね。楽しいし、テンポ感あるし、早いしねっていう。あとね、僕らの動画長いんすよ、ね。長いっすよ。もうなんか初見の方々多分飽きて飛ばすよねっていう。うん、そう。前置きだけでどんだけあんだっていう感じなんでね。そう。前置きないとね、怒られちゃうこともあるんでね。ある種自分たちを助けるために、そうね。やってる部分も、なきにしもですが。はい、続いていきますよ。いきますよ。続いてのバンド。は、伝説じゃ伝説だね。も伝説だね。伝説枠、うん。レジェンド枠。エンズベック。エンズベック。もうエンズベックもね、何度か見てるけどね。見てるけどね。もう大御所ですよ、ここも。大御所枠。元祖叙情系ハードコアみたいなね。そうだね。直接的に叙情系ハードコアなのかって言われると、ちょっとまた微妙だったりもするんですけど、まあ、結構ね、泣きっぽい高度感。もありつつ、みたいな。多分、叙情系って言葉が出てくる前から叙情系やってるバンドで、ね。グラフェルのソータさんはタフですね。タフですね。もうビチャビチャ感が大好きですよ、僕は。ああいう全力系ボーカリスト好きなんで。いや、なんか本当、見るたびにパンプアップしてる感があるよね。ね、で、結構、スリムっていうか、細身だったイメージがあるんだけど、結構ね、パンプアップしてる。パンプアップ。上半身とか結構今筋肉ついてるなって感じあるよね。実は脱いだらすごいじゃねえかっていう。うん。いや、そうなんです。ハードコアの大重鎮ですね。もう。重鎮、もう重鎮っていう感じだよね。まあ、ロイヤル先生と並ぶ。そう、ロイヤル先生今日はいない。でもロイヤルより下手するとエンゼックの方が活動長いんじゃないかい。どうだろうね、ちょっと調べてないから正確なことは言えないけど、まあそれも同じぐらいもう重鎮、大御所、レジェンドって感じだよね。おお、なるほどなるほど、はいはいはい、なるほどね。まあそこもね、なかなか難しいんですけどね。まあちょっとやってみてって感じですよね、ショート動画もね。まあとりあえず別に俺らは、なんだろうな、どんな形でもメタル聴いてくれる人が増えればいいんで、なんか面白いって思ってくれればいいかなって思ってますね。なんか変なやつおるなって。まあ、再生数稼ぎたいもないですし、なんつったらいいんだろう。ね、別に特に職業 YouTuber になりたいとも思ってないので。そうだね。まあ普通に仕事しながらだから結構我々もね、大変じゃ大変だからね。お、最近ジョジョ系ハードコア好きなんでこのバンド聞いてみます。多分なんかそう近しいものはあると思うんで刺さるんじゃないかなと思ってますが、ね、まあ僕らのチャンネル知ってくれるきっかけになって、まあ一人でも長い方の動画も見てくれればいいかなっていう感じなんですよね。そうだね。まあそれでまあフェスとかライブとかに足運んでくれればいいかなっていう感じなんでね。そうね。多分ね、どっちみちあんま変わってないね、出した感じは。まだな、今のところね、何とも言えないけどね。
まあ、なんか逆に、YouTube の、なんだ、まあ、登録者数とかっていう風に言ったらちょっと増えたかなっていう感じもあるんで、ね、多分、短い方が見やすい人もいるから、うん、なんとも言えないけどね、まあ、こういう朝食の生放送とかもやりつつって感じですけどね、うん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 、まあそれぞれの視聴スタイルとか時間とかに相談してもらって、うん、好きなものを好きな感じでピックアップしていってもらえればいいんじゃないかなと思って、そう、ね、まあ、音楽と一緒っすけどね、うんうん、って感じですよね、うんうん、まあとりあえず僕らはやろうと思ったらさっとやってみてなと思ったんで、うん、やってみましたって感じです、うん、で今後も続けると思います、うん、まああとなんだろうな、結構今年ね、あのコンテンツを出せない瞬間が結構多くて、ショート動画だったら出せるんで、うん、そうだね、うん、なんか毎週楽しみにしてくれてた人とか申し訳ねえなと思って、うん、うん、そうなの、もうなんか動画が寝られすぎちゃって、うん、編集が大変で、うん、仕事も忙しいからちょっと今あげらんねえみたいな、うん、感じになってるんでね、まあ、そういう時にね、1週間に1本は守りつつ、うん、ショート動画やれればね、出せればいいんじゃないかなとか思ってます、うん、まあね、全然ありがたいアドバイスありがとうございました、うん、っていう感じなんですけど、まあエンゾエックさんを聞いてくださいって感じですね結果ね、うんうんうん、はい、じゃ次行きましょうかね、次のバンド、うんうん、久しぶりに見た時はテイ君だったから多分3年前とかなんだよ、あ、そうだね、うん、2、3年前だよ多分、でもその時ね、エンゼク出てなかったんじゃないかな、僕は関東で見たから出てましたよ、そうなんだよね、確実に、うん、関西まで遠征したんでね、関西というかもう名古屋ってこと、うんうんうん、指折って帰ってきましたけど、そう、伝説の指折り会が、指折り会はい、では続いても、はい、結構ね、あれこっちじゃない、いやね、こっちだ、うん、はい、あー、でかい。でかし。でかし。はい。はい。セーブルヒルズですね。続いてのバンドは。うん。うん、まあ、メタル枠ですね、メタルだし、メタルコア、うん。若手メタルコア枠って感じですね。うん、若手なのかもちょっと怪しいけどね。もう中堅ぐらいになってきたかもね。うん、中堅なんでしょうね。まあ、この位置も、うん、ラインナップの位置も見て思いますが。うん。うん、ねえ、セーブルもめちゃくちゃ好きだな。うん、テーブルはね、割と臭い要素がありますね、メロディーに。最高なギターのメロディー。ギターのメロディーね。うん、最高なんで、それがいいんだ、うん。それがセーブル節よ。そう。なんか、ここまで、いわゆる、鉄臭いというか、古き良きメタル成分が入るバンドも、うん、なかなか今いないじゃん。世界的にいないよ。そうなんだよ。うん。そこがまたいいんですね。そう。ワッケン日本代表っすね。楽しみっすよね、それもね。ハモりすぎなんだよね。ギターのツインリードが。ヒーロー、ヒロイックなんだよ。そう、ヒーロー、うん、本当に。まあでも音作りとか、まあブレイクダウンとかもそうだけど、結構ね、曲の作り自体はね、モダンなんだよね、うん、いや、そうね、うん、ボーカルもタフだしね、だからなんか今のメタルファンが聞いても別にそういう古き良きメタルの泣きばっかりでもなくて、うん、まあ、ちょっとそれはエッセンスとしてあるんですけど、母体はまあ本当モダンなメタルコアっていう感じなんだよな、うん、うん、まあ自分たちでもなんか古いメタルも新しいメタルも全部合わせましたみたいなことは言ってるからね、うん、どの世代にも刺さるメタルのマスターピースって話ですね、なるほど、うん、そうなんですよね、懐かしさは感じますよね、うんうん、やっぱあのリードっていうかツインリードだったりハモリだったりするんだね、そうね、癖になるよね、うん、ね、あと、うん、スーパスベタ踏みとかするんだよな、セーブルは。ああ、あえてのね。ドド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 ドってやるからさ。もう、最近のメタルほとんどやんないっすけど。ちなみに、うん、僕、こんだけメタルの来日とか行ってて、セーブルフィルズまだ見たことないんですよ。あ、そうなんだよね。そうなの。で、この前もね、行ったらね、時間間違えてセーブル見れなかったっていうね、悲しい現象が起きてましてね。今回は大丈夫でしょう。あの、セーブルフィルズさん側に何もなければ。何もなければ。そう、なんかそのね、どうしてもあるんだよね、見たいバンドどうしてもなんかタイミング的に見れないみたいなのが、ね、うん、あるからねようやくここで見れるかなって楽しみなんですよ、うん、すごい、うん、だしでかい会場でね、そうね鉄臭い感じを感じたいよね、ちったに行くのもクソ久しぶりなんだよね、僕ちった行ったことないんですよ、それはマジかマジなのよ、そうちったに行ったことがない、うん、なるほどね、行ったことあるかもしれないけど覚えてない、行ったことあるかなあったかもしんない。あったかもしんないけど、うん、なかったかもしんない。なかったかもしんない。
はい、では続いて最後を飾るのがガガ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 ガ
はい、ハッピーニューイヤーでございますね。明けましておめでとうございます。明けましてでございますよ。今年もよろしくお願いしますよ、皆さん。はい、皆さんよろしくお願いします。この方は、もうすごい海外の方に見えるんだけど。うん、でもスローターって書いてあるから、スローター。プリベールなのかなっていう。プリベール、はい。最後、シャドウズで。はい、シャドウズです。シャドウズ自体も結構でかいバンドのイメージはあるけどね。うん。まあだから最後なのかなとは思いつつね、うん、まあシャノーズはあのファクトの元メンバーさんがやってるバンドなんですけど、うん、ね、うん、ファクト味ある曲もあるし、めちゃめちゃハードコアパンクな曲もやるっていう感じのバンドですね、うんうん、シャノーズ見たことあるあ、シャノーズは見たことある、うん、ストーリーの来日でもあるし、あ、そうそうだよね、うん、ストーリーの来日も行けなかったからな、うんうんうん、シャノーズも実は初めてっていう、そうだよね、そう、僕は、うん、うん、あれ結局ブレアの時見れなかったんだっけ、ブレアの時で見てないもん。ああ、2日目だっけ、2日目だったかもしんない。うん。うん、そうなんだね、うん。そうなんです。僕らも言うてそんな見たことないバンドなんですけどね。うん。まあずーっと昔からチェックはしてるんですけどね。うんうん、もう、うんうん、そうだよね。解散、シャドウズ結成ぐらいからもうずーっとね、うん、うん、追ってはいるんですけど。追ってはいるけど、見れてないっていう。まあそういうこともあるんで、うん、あの、ファクト好きだった人は、これを機にね、聞いていただけるといいんじゃないかなと思いますけどね。うん、あ、少し意外。あ、まあ音楽性的には何だろう、それこそなんだろう、ポップパンクなバンドたちよりはそんなに意外ではないかなとは思ったんですけどね、うん、うん、ハードコアだしね、うん、コード感ある感じもあるから、うん、シャドウズのコードかける2ビートな曲もね、めちゃくちゃあるからね、まあ、シャドウズも言ったら超大御所っちゃ大御所だからね。そうだよね、うん、バンド自体は新しいけど、うん、もう昔の頃からと、ね、考えればめちゃくちゃ長いし、ね、シャドウズだけで5800円ぐらいでもおかしくないけど、あ、おかしくない、おかしくない、全然あのこんだけ見れて5800円なんで最高ですよね、うん、行きましょうっていう回です、今日は。そうなんですよねはい、ということでもう本当にざっくり、ね、紹介して終わりましたけど、ね、こういうバンドがいますよっていう話だけしてきたんですけど、うん、ラインナップ追ってきましたと、うんうん、まあね、今熱いバンドが本当にメタル的にも集まってるかな、うん、まあハードコアはね、大御所重鎮とかもいろいろいますけど、うん、特に何だろうな、日本のインディーメタル界隈では今見たいと思ってるバンドが本当一度に集結してるラインナップなんじゃねえかなと思ってますんでね、うん、まだチケット取れると思うんで、だって11バンドか10バンド、うん、12かな、12か、うん、だって考えても、見てください、一バンドあたり500円で見れるんですよやばいよ、やばいよ、これはやばいことだよ本当に500円、500円だよね、うん、もう昼飯我慢すればいけちゃう、ね、うん、そう、本当そういうフェスです最高です、最高のフェスなんですよ久しぶりですね、うん、そしてフェスもブラッドアックス自体も久しぶりなんで、うん、うん、はい、行きましょう、はい、行きますっていう方いますか、うん、ぜひね、うんうんうん、みんなで行きましょうよっていう、うん、まだチケット買えますっていう感じなんでね、うん、でね、あの、もしね、僕らみたいなうるさくてなんかベラベラ喋ってたり、あと身長差があるね、ロン毛とでかいガタいいやつがいたら僕らなんで、全然声かけてもらっていいんで、はい、そうですねちょっともしかしたら、顔なしみたいになっちゃうかもしれないですけど、あ、明けおめです。はーい。今回はロイヤルパイセンはいないですけどね。うん。ロイヤルトゥーザグレーブとかも久しぶりに見たかったね。うん、まあ、クリスタルレイクも多分出る予定だったんじゃないかな。うん、今、いろいろ大変みたいですけど、そういう状態じゃなかったら、あったかもしれない。うん。うん、そう、ほんとね、一バンドあたり500円って考えるとね、うん、もう、とてつもないことです。ヘビーミュージックのフェスは安いでございますんで。安い、ほんとに、うん。うん。もう、牛丼10杯食えるっていう感じですかね。うん、牛丼10杯を我慢すればいいですね。10杯我慢する。そしたらいけちゃうから。はい。うん、行きますっていう人いたら、一緒に話しませんか、うんうん、せっかくなんで、あと15分ぐらい。うん。はい。ねー、うん、いやでもほんと安いよな、もうほんと安いよ、うん、毎回思うけどね、ありがたい、ありがたいよね、ほんと良心的というか、うん、うん、
ね、うん、最高ですよ、うん、まあお祭りなんでね、うん、皆さんも楽しんでもらえるといいなと思いますが、うん、うん、ちょっとねこ予定を言っとくと、僕ら毎回ライブレポートやってたんですけど、ライブレポートはいいかなと思っていて、うん、まあやるかもしんないけど、おそらく限りなくやんないに近い、予定は立ててないので、うん、うん、てか死んでるかもしんない、うん、ヒロさんシャドウズが取り合うれしいと、うん、うん、見に行きます。おー、はい、行きましょう。ぜひぜひぜひ会場で、会場でね、よろしくお願いしますって感じで、うん、ブラタックスはヘブンシャル、うん、確かにそのイメージもめっちゃ強いヘブンシャルバーンもね昔来てたねなんか当時ヘブンシャルバーンが多分ブラッドアクセ来た時って、うん、アンチノックかなんかでオールナイトでやったイメージがある。ああそうだったっけ。そうだったと思う。ほんともう10年近く前だけど、うん、オールナイトでやってもうなんか階段の外まで人いるみたいなすごい時がそうあった記憶があるな、うん、あれブラッドアクセだと思うんだけどな。うん、どうでしょうかね、今調べてみます。うん、エムシャルバーンの来日いつだったんだろう。でもほんと10年前ぐらいだよ。いや、うん、ほんとそうよ、うん、何回かやっぱり来てるんだけどさ、うん、シャルバーン来日情報とかで調べてみますか、うんうん、やっぱ正し正確なこと言った方がいいんでね。ヘブンシャルバーン来日誰か知ってる人いないかな。いつ来日したっけね、うん、いや結構前だったと思うな、うんうんうん、行きたかったですけど住んでるところが天気とかの関係で行けないです。なるほど、あれかな北の人かなあの僕もね、僕も北海道にゆかりがある人間なんで分かりますよ大変さは。雪国のブルータル。それは2014年に来日してるね。2014年、うん、うん、2014年ではねえな、もうちょっと前じゃん。もうちょっと前にもあった気がするんだよな、うん、あれヘブンシャルバーンだったっけな、ディスパイズ大根だったっけな、なんかそんなのもあった気がするんだ。ヘブンシャルバーンブラッドアックスで調べれば出てくる。ブラッドアックス、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 アークス、はい、出てきた。2014年じゃないですかね、ブラッドアックスで。そうっすよね、やっぱ。ああ、2014年のブラッドアックスだ。10年前でもないけど、まあ8年前だからめっちゃ昔だ、ね、うん、でもこれもあれなんだよ、うん、あのチッタなんだよね、その時は。あ、そうなんだ、うん、なんか他のなんか回であった気がするんだよ、なんかアンチかなんかでやった。ディスパイス大根は確実にアンチノックで見たけど、ね、アンチノックでもやってるね、うん、そうですね、うん、はい、ではそんな感じでそろそろ終わりたいと思います。はい、うん、ぼちぼちですかね。はい、うん、これからもよろしくお願いしますということで、はい、今年も1年よろしくお願いしますというわけで、うん、はい、まずはブラッドアックスに行こうという回でした、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、うん、皆さんねコメントとかでね行きますとかねなんかもらえるとね、リプライとかくれると、うん、ありがてえです、ありがてえです。はい、はい、ではそんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。その前に現地でお会いしましょう。そうだね、うん、リアルで会いましょう。リアルで会いましょう。せーの、グッバーイ。ではまた来週。来週は生放送やるか分かんないけどね。違うよ、現地で会うんだよ。現地で会う現地で会う。まだチケット間に合うぞ。まだまだ買えるぞ。買いましょう、行きましょう行くしかねえ、行くしかない、うん、止めちゃったかい。まとまったね。ピコン。止めちゃいます。